フェイス ID のロゴイメージフェイス ID は Apple が開発した顔認証システムである。Apple の iPhone シリーズや iPad Pro シリーズに搭載されている。2017年9月12日にスティーブ・ジョブズ、シアターで開催された Apple のスペシャルイベントでフィリップ・シラーとクレイグ・フェデリギにより発表され、iPhoneX に初搭載された。Face ID は従来のタッチ ID を置き換える。 セキュリティ機能であり、Apple のデバイスのロック解除や Apple のオンラインストアでの購入、オンライン、またはオフラインでの Apple Pay の認証に使用できる。Face ID は3万以上の目に見えない赤外線ドットを顔に投射し、それを赤外線カメラが撮影、顔のデコボコなどの深度情報を取得して、顔の 3D モデルを構築、照合する三次元顔認識よる認証システムである。 アップルによると他人がロック解除できる可能性は100万分の1程度であるという。再起動してから一度もロックを解除していない場合や48時間以上ロックを解除していない場合、ロック解除は顔認証ではなくパスコードを使用する必要がある。また iPhone X シリーズの右側面のボタンを5回続けて押すことによっても無効化できる。なお、 iOS 12以降の Face ID では2つの用紙まで設定できるようになった。Apple によるとこの顔データは A11 以降のチップ内に安全に保管されており、クラウドに送信されることはないという。また、目を閉じていても機能せず、他人によるアクセスを防ぐことができる。2020年に行われたある調査では、利用者からの評判が悪く、ユーザーアンケートでは74%が、 ロック解除に不便を感じており、タッチ ID の搭載を望む声は79%、イラつきや不満を感じたことのないユーザーは16%であった。また新しい iPhone を検討した際に、タッチ ID がないため買い替えなかったユーザーのは35%であった。しかし、2021年第1四半期にフェイス i d を搭載した iPhone12 シリーズは、 過去最高の買い替え需要を引き起こし、過去最高の売り上げを記録した。フェイス ID は双子であればごくわずかの可能性で、ご認証する可能性がある。しかし、13歳以上の双子において、ご判定が起こることは、ほとんどないという、ありがとうございます。